中日ドラゴンズ立浪監督就任以来の単独首位。これ、タッツは成長している模様。取り表いていたものはもういなくなった代わりにあの球団の、あの人、が犠牲になったが。名将すぎて草。しかも岡林高橋がまだ来る。阿部というマジモンを目の前にして正気に戻った節付き。まだ二軍にビシエドもおる。落合時代より客も呼ぶし強いしなんやこれクソ名将やん。観客動員も伸びまくりやしなフロントからしたら最高の監督。阿部が代わりに変な采配しまくりなのマジで憑依性システムやろこれセリーグ。とんでもなくマイナスからのスタートやしそら成長もするやろ。来月も首位やったら認めたるわ。単独首位を1ヶ月続けたらもう優勝。なお1月後ってなってそう。中田入るだけでここまで変わるとはな。デタラメにやってたように見えたトレードだけど今年ようやく実を結びそうなの草。中田放出して筒香を獲得しようとしてる球団があるからなタッツはもう二遊間トレードの件で学習したんや。既存戦力は大切にせなあかんとな。普通に A クラス狙えそうなんだよな。細川岡林と育成成功したの普通にすごいやろ。アツシがどこで何をしているのかわかるようになって心配が減ったおかげやな。チュニドラ強いから好き。新キャラ出てきたら健常化する面白監督たちなんなん。謎システムすぎるやろ。もしかして名将立浪いけるやん。優勝待ったなし。ご視聴ありがとうございました。